はい、皆さんこんにちは。今日はプリウスアルファのタイヤ交換をしていきたいと思います。このタイヤは、製造年月日が、2016年の第48周ですね。ですから2016年の12月に製造されたものです。今2021年の8月ですから約4年半、使用したことになります。距離的には行ってないんですけど、サイドウォールにですねだいぶひびが、入ってまして劣化が進んでいるので、交換をしていきたいと思います。それではやっていきます。
はい、ということで、プリンスアルファのタイヤ4本、無事に、交換することができました。最初は初めてだったのでちょっと容量得ませんでしたけども、入れる方向ですね、タイヤの、入れる方向をフロントのこのホイールの表側から入れるようにしたら簡単に入るようになりました。最初は裏から入れてたんですけど、表から入れることによって大変スムーズに入るっていうのが分かりました。ということで慣れてくれば、素人でも、タイヤ1本についてだいたい5、6分あれば、タイヤを外して装着できるのではないかなと思います。今日の動画は、この辺で終了します。ありがとうございました。この動画が気に入った方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。